皆さん、こんにちは。ワタルビーです。では、今回は、カンパニーオブヒーローズ、ノルマンディ進行、ミッション15、シャンボワ、こちらをプレイしていきたいと思います。8月19日、連合軍は、ドイツ第7軍をほぼ完全に包囲していた。カナダ軍とポーランド軍は北から包囲の輪を狭めつつある。エーブル中隊の任務は、シャンボワを抑え、枢軸軍を袋のネズミにすることだ、ということですね。では、早速、ミッションをプレイする。300,000 strong German 7th Army is in full retreat. Our objective is to cut them off and prevent them from crossing the Rhine and setting up a defensive line. British, Canadian, and Polish forces are moving in from the north. US divisions led by Able Company will seal the pocket from the south. Having achieved air superiority, we can strike the retreating German convoys at will.All of what we have achieved since D-Day now hangs in the balance. If we prevail, the fate of the German army will be sealed, and the war for Europe will be won. Troop convoys from the German 7th Army are retreating along these roads. This is their last escape route. It's our job to close it. To cut them off, we gotta link our territory with the Canadians and the Polish to our north. As we advance, secure these bridges. This'll bottle the German and slow down their retreat. ドイツ軍の退却を阻止するっていう戦いですかね。まあ、橋がパッと見4つあるようなので、この橋の攻防が一つ大きな、戦いのね、数勢を決めるポイントになりそうかなと思います。では早速、まずは、部隊の中身確認しておきましょう。クロコダイル、あとは駆逐戦車、ハーフトラック、まあ、これぐらいですかね、今いる戦力がね。で、あとは、戦車基地、あとは兵器庫、モータープール、まあいろいろありますので、これらうまく使っていけば、まあ割と攻略はね、うまくいくんじゃないかなって今は思っています。で、マップの方ですけども、カナダ軍、ポーランド軍と、まあ陣地をつなげましょうというのもありましたので、まずはマップで言うと上に向かって進んでいきましょう。では進めていきます。では一つ目の橋を占拠しました。ここで一旦敵の出方を、確認していきましょう。で、周りにある基地なんかも全部破壊して回ります。まあ、安全をね、担保しましょうというところですね。さあ、ちょっと進軍しましたけど、戦車がいたりしますので、まあこういうところは確実に、対戦車砲で、使っていきましょう。あと対戦車砲を接収したいので、敵の対戦車砲兵はスナイパーを使って倒しておきます。さあ、敵の戦車がですね、倒してはやってきて、倒してはやってきてという感じなので、まあちょっとなかなかね、落ち着きがない状況が続いてます。まあただ、これをね、突破していかないといけないので、まあ、しばらくの間はですね、安全を確保するまでは、大きな進軍というのは控えましょう。
Territories linked. That should get you back in the war. Taking fire. Recon tells us we have incoming. カナダ軍、ポーランド軍と合流したことによって封鎖が完了したというイベントが発生してます。Before we break out the cigars, we got some more work to do. Those Panzers are the last of the German resistance. We can knock them out.戦車部隊を撃破しろというニュースですね。ちょっとここからは対戦車線に備えて、しっかりと陣地を築きましょう。まあ、やっぱり対戦車砲がねキーになってくると思いますので、対戦車砲をしっかり配備しましょう。ですぐに修理できるように近くには工兵を配置します。ここにティーガーが来たな。ちょっとティーガーと正面から撃ち合うのは危険すぎるので、ちょっと下がりましょう。でしっかり回復するっていうね。ふふわ、ティーガーの火力が高すぎんだ。ちょっと対戦車砲をしっかり向き変えて、かつしっかり修理して、なんとか逃れたいですよね。これね、破壊される前になんとか倒しましたね。危なかった。今のなんかもう本当にもう、まさに紙一重っていうね、まあ、ちょっとそういう展開でしたよね。で、敵の車列が必ずここ通るんですね。ここ通るので、隠れて横から攻撃を加えていくっていうね。これを繰り返して、ちょっと敵の数をね、減らしておきたいと思います。戦車が来るときは下がりましょう。装甲車では、戦車には。ね、太刀打ちできないですからね。ではちょっと満を持して、3つ目の橋ですね、ここを取りに行きましょう。ここですね。駆逐戦車を2両派遣して、ここをなんとか確保したいと思います。大攻防戦になってるな。ちょっと戦車を前に出して、戦車でちょっとね、敵を攻撃を受けましょう。激戦でしたが、なんとか敵の車両を破壊して攻略してます。なんかよくわからないうちに攻略しちゃったなっていう感じなんですけど、まあ、対戦車戦は消耗戦ですね。待ち受けをしてたんですが、なかなかそこにうまくはまらずっていうことで、損害もだいぶ出てしまいましたね。
ミッション完遂です。結局橋は4つのうち2つしか封鎖できなかったですね。まあ、ここはもうちょっと、まあ、せめて3つ、まあ、できればもちろん4つ封鎖できるような戦略をちゃんと立ててあげなきゃいけなかったのかなと思いますね。では今回はここまでにさせていただいて、次回またプレイをしていきたいと思います。